はようございます。また夢が一つ叶いました。メガガスのヤーマンです。今緊急で動画を回させていただいているんですけれども、以前動画にもしたんですが、私の夢の一つであるあの大会サイトセブンカップ出場することになりました。ありがとうございます。オレイ。サイトセブンカップがどんなものかわからない方に説明しますと、私がずっと昔から見ております、サイトセブンさんが各ライターさんたちを集めてやっているバトル形式のトーナメント戦の番組でございます。メガカスバトル形式っていうのは初めてで、メガカスの動画に登場したことのある方とかだと、ヒラヤマンさんとかチェロスさんとか、あとゼットン大木さんとかライターさんたちが出るような番組なんですよ。その番組に YouTuber 初としてメガカスが出場することになりました。こうやって見ていただけている皆様のおかげだと思います。本当に本当にありがとうございます。いつも感謝しております。一応ルールだけ説明しておきます。完全自腹のさだま勝負、制限時間7時間、上限5万円で、大選択大移動自由、1000回転以上で途中やめ OK、 各変時短は制限時間を超えて消化 OK、 両者とも出玉のない場合は大当たり回数の多い方が勝ち、両方とも大当たり0回の場合は総回転数の多い方が勝ち、優勝賞金10万円&豪華カップ。優勝したい。これがメガカスの本当の夢。そして今回メガカスの第一戦目の相手なんですけれども、カブトムシゆかりさんでございます。勝てるように頑張りたいと思います。そして僕は B ブロックなんですけど、合計3勝すると優勝になるんですけれども、決勝戦、まあ、A ブロックで勝ち抜いてもらわなきゃいけませんけれども、最終的になんとあのチェロさんとの対決が待っている可能性もございます。すっごいメガカス楽しみです。最終戦でメガカス優勝することももちろんなんですけども、チェロさんと共演して一発大跳ね物大で勝負するのが本当に楽しみなんですよね。本日はサイトセブンカップに向けて旅行練習していきたいと思います。サイトセブンカップは有料の会員じゃないと見れないので、もしかしたら皆様には届けられないかもしれないですけども、どんな感じになったのか私の動画の方で話していきたいと思いますので、結果とかはね、あの動画のねネタバレになっちゃうので言えないですけれども、メガカスの動画で味わってもらえたら嬉しいです。ではサイトセブンカップ優勝に向けて予行練習のメガカスタム。現在の時刻12時30分、番組的にも時間的にも予算的にも最初一発目、もし跳ね物系があるなら得意な跳ね物で出玉を増やしていくのが作戦的にはいいんじゃないかなと、もしくは199319はとりあえず待ってもいいんじゃないかなと、いつもわらしべ長者系は苦手なんですけれども、おそらくそれが攻略だと思ってます。夢のサイトセブンカップ出場、絶対に優勝します。入金7時間スタートです。2台ある中で寄りが良さそうな方を選びました。あとは寝かせがどうか、ダメだったら移動とします。いや、思った通り寄りがいい。5ラウンドしか引けないんだよね。コメント的にどう？大丈夫？ちょっとやばいかもな。はい、ここで1ラウンドで3球打ち出して、はい、オーバーニューションが決まる。
置もしました。ここです。あ、地球行った。さあ、まだ持ち玉です。どうし変わらず、ここは3ラウンド以外欲しい。よっかなかなか10ラウンド引けない。それがメガカスなんです。手応えはあります。まだ持ち玉。よし、美しい。決まる。今度こそ。オッケー。もう今度こそ10ラウンド。さあ、なんだ。これが跳ね物。面白いね。さあ、約40分経ちまして、線路まで、まだもうちょっとだけ行きます。イレギュラーではないんだけど、これもまだパターンから10ラウンドあるよ。超える。さあ、どうだ。こい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 。よし、やっ、ただむちゃくちゃハマりました。投資4000円です。さあ、約上皿も入れて1000玉、ちょうどプラマイゼロぐらいで約1時間を迎えますが、1回カブトムシゆかりさんのところでどれぐらいやってるかチェックしていきたいと思います。すべて家庭で想定して、カブトムシゆかりさんが3000発ぐらいプラスということを想定して、今カブトムシゆかりさん3000発ほどプラスだったんですけれども、このタイムで悪くないんですよ。悪くはないけど、むちゃくちゃプラスかって言ったら、中の寝かせがそこまでプラスじゃないんじゃないかなと思ってますが、まだそんなに差がないってなくて、残り6時間、そこまでまだ焦る時間ではないと思って、もう少しだけこの台を様子見ていきたいと思います。続行。いうこと、これが5ラウンド以上だったら目が進んでるな。最大最大3以外だよ。まだまだ。
残り5時間30分なんですけれども、現在投資4000円、回収代1268玉ということで、カブトムシゆかりの方が2回目の格言に入って6000発ほど持っていると。ただ投資額がわからないので、まだそこまで差がないんじゃないかなと思うので、この台を打っててもおそらく現状維持か中位裏までしか持っていないと思いますので、明日のうちに次の台攻めの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、69、80、81、82、8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 3、74、75、76、77、78、69、80、81、82、
来たんですけれども、なんと今打っていた羽物とバカボンアマ、私の得意な2機種なんですけれども、設置がありませんでした。これ何の練習なんていう、やばい。結構あの319系をメインに置いているお店だったので、もう5万円一か八か攻めるしかないんだなということを理解しました。ちょっと怖いんですけれども、メガカスがよく打っていて3万発までは出したことがあるカラクリサーカス導入2台あったんですよ。まずは朝一そこから攻めていこうかなという作戦、気を取り直して行ってきます。もう4点のところからスタートです。マスターマイズ先読みのみで当日も行こうと思います。6000円で93回転本当だとあまり行きたくはないんだけど、他に狙える機種がないので行きます。とりあえずもうこの1枚だけは。今ちょうど1万円打ちまして、オーバー入賞3回ぐらいあったんで、おそらく150ぐらい。サイトセブンカップかなりライターさんたちが真面目に立ち回る番組なので、1万円で15回、1000円で15回の台を打ってたら怒られそうな気がしますので、もう1台あのカラクリサーカス多分ちょっと2000円3000円打ってみて、ダメだったら別の台に移動しようと思います。117から約6000円で1000円あたり 15.5 しか回ってないと、あまり左とも変わらないような感じなんで、本番では打ちたいんですけど移動したいと思います。残り4時間ですよ。当日は U タイム付きのアマか319で、当日ある台で、わ、永遠の消防台、あとこっちの刑事、残り4時間でしょってことを考えたら、とりあえず199こっちスタートで。もし1000円10回転しか割ってないんで永遠に移動します。先にチャンス、3000円使いました。73ゲームで1000円あたり16回転、まだもう2台あるのでちょっとでもいい台打ちたいんで、カニ歩きます。52から読み来ました。デバブル渡し、ここ光ったら当たりだからね、見えるようにしとくよ。信じてくれよ。え？だよね。巨大
ホムラビトを鎮魂せよ。第八の炎はそう簡単に消せんぞ。これより鎮魂を開始する。行くぞ。さあ問題、ここから突入率 51% です。入らなくても1500発。チャレンジを選択してくれ。いや、もうもちろんこの第8魂チャレンジ。第8魂を見せてやる。青、確か22以下だったら確定だった気がするんだが、中途半端な数字が一番ダメ。やばいな、いや、これやばいな。あの確率通りチャンスアップはないと思われるが、頼む。ダメだ、マジでダメか。さあ諦めるな、諦めるな。上から焼物が落ちてきたら確変。はい、来い。よー、こういうこと。ゲッサイク右打ち。さあ落ち着き、今タブノムシゆかりさんが1万発持ってるとしよう。マクドリア5号サイトセブンカップでも目がかすった。約束を果たす。およよが先制でいいよ。 OK、 押せる。ダメ、ヒーローといえばこれ。カモン、 OK、 取ったよ、取ったよ。みんな負ける気がしない。だよな、だよな、負ける気しない。さらに1500発スピーカー、いいよ。そう、俺は悪魔じゃねえ、ヒーローだ。さあ、ここに裏ボタンが確かあったはずで、これに裏ボタン解放。いや、まずはスタンダードだろ。さあ、ここからは転落する前に行く。まだ1回転でさすがに落ちない。あ、メガ、いや、そうだよな、まだあるよな。さすがに落ちないって。はい、オッケー、来たと思ってた、危ねえ。さあ、また1回転、これはやばい。はい、うわあ、メガ、大丈夫、大丈夫、いい通り。赤まで行け、俺赤まで。よし、赤まで行った。ダメ、もう落ちた。そんなに早く、本当に。いや、まだあるよ、本格。せっかく入れたのよ。落ちろ、落ちない。左打ちに戻ってくれ。いや、せっかく入れたのに。これ今227回転で1回間違えて500円押してしまったんですけど、まだ使ってない状況に、ちょうど1万円分で171回転、オーバー20、また多分175
5ぐらいまで回ってますんで、ギリギリボーダーあるかないかぐらいだと思うんで、この台続行していきたいと思います。残り時間約2時間です。残り2500発プラス12500円使える状況なんで、この台粘って最後までいきたいと思います。え、ちょっと待って、さっき売り出して発展したんだけど、ついてる。俺がヒーローになるって言ってたよ。全然良くなかったんですけど、あったり濃厚で、マジか、こんなんで来るの最強リーチ。巨大ホメライトを進行せよ。さあ落ちてくるか、落ちてきた。さあこれで 80% 超え。なんとかつながりました、ありがとう。欲しい、青、いや、パパを、いや、厳しい。さあ、びっくりあたり、まさかの先読みなし。これは来てほしい。青じゃないけど、ダメだ。頼む、来てくれ、来てくれ、落ちてこい。ない。やったりじゃ無理なのか。残り1時間20分。こいつも心中した。残り約45分。トイレに行くのも我慢しています。追加投資して速攻先読み切りました。浅草火消しの見えなかり方見せてやる。奇跡の目になる。こいつでしまいだ。なぜしまいだ。ここは行く。強力なホムラビト出現、現場に急行しよう。開発特殊装備隊、ホムラビト、波乱を追行せよ。マジかウィンフラッシュってことは確定か。間に合った。ありがとう、これがラストチャンス。どうだどうだ、選択してくれ。落ちてきます、ラスト。ラストちゃんが今も大丈夫だね。カモン、ありがとう。まあまずは 50% 突破。さあ、時間的にこれがラストチャンス。決めるぜ、サイドセブンカップ。優勝目指した。メダルか、赤だね、これ。さあ、ボタンでだからチャンスアップ、ロッケーチャンスアップ、先制で確定です。確定はせず、何攻撃はチャンスアップ。いける、カモン、これで4500確定。いい音、この音が一番好き。伝説タイプの
ますさあ監督レオナは死亡しもうジャストモーメント、これもしかしたらさらに30発を借りてここでプチュンってなればさらに30発だし、さあ1回転ブルッタ、ここが閉まった、ありがとう確定、戦わずして勝つ、いいんじゃないの、あっていいんじゃないの、よっしゃー参戦と、さあ次参戦とゲットです、ね、相手が誰であろうと打ちに、これでも80パーぐらいあるんじゃない、あのやばい弱い、これでないかも、ダメマジで、よーしそうだよな、
なし。でもアロー、アローならいける。ダメだ、復活にかけるしかない。復活ダメか、ダメなのか、終わりか。カッパカッパしたら終わり。カバカバしない。おらー、そういうことない。だよな、そういう流れだよ。これはもう炎上です、書いて。いやー、アローならいけるぜ。これはある。扉、扉大ドアンド、ポタドアンド、パタパカ、このパタパカしないもん。はい、うん、あ、下次戦お疲れ様でした。初のサイトセブンカップだったんですけれども、なんとか7時間以内ということで状態のいい台を探すことができ、最終的に投資7000発2万8000回収なんと2万3883玉と約1万5000発プラスにすることができました。本当にありがとうございます。多分サイトセブンカップでは玉数で言わなきゃいけないと思うんですけれども、回収が8万5000円となりました。カブトムシゆかりさんがね、実際にどれぐらい出すかはわからないですけれども、メガカス的にはきちんと回る台を自分で掴むことができて、結果も残すことができたので、これでダメならもう悔いはないなと。当日はいきなり永遠に行くんではなくて、アマデジスタートとか U タイム狙いを前日にきちんとやって、自分後悔のないように自分の夢だった舞台最後まで戦っていきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価、応援のコメント、ぜひよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきありがとうございました。頑張ってきます。